はい、では金星さんのところやっていきましょう。江戸の中期になるんですけれども、江戸幕府がね、いろんな改革をして、幕府の財政を立て直そうとします。まず最初が、享保の改革ですね。これをしたのは8代将軍徳川吉宗です。はい、いいですね。これをよく出るんで覚えておいてください。で、何やったのかっていうと、この上げ米の制ですね。参勤交代を緩めます。その代わりに、藩はですね、幕府に米を献上させるんですね。こうやって幕府は、財力をね、富を、財政を立て直すんですね。で、もう一個有名なのが、これ有名ですね。土方お定め書きというのを作りました。はい、これは裁判の基準を定めたんですね。それから吉宗が作った有名なやつですね。あとですね、庶民の意見を集める目安箱、なんかをこう設置しましたね。これが吉宗のやったことですね。はい。で、次の改革は、関税の改革です。これをしたのはですね、将軍じゃなくて、2番目に偉い老中です。老中、松平定信ですね。この人が、改革をしたわけです。で、この吉宗の後にね、政治したのがこの田沼意次なんですけれども、これもめっちゃ大事ですね。聞いたことあると思うんですけれども、株仲間をね、推奨して賄賂政治したんですね。株仲間って覚えてるかな？同業者組合です。商売したかったら、幕府にね、こう金を渡すと。そしたら株仲間に入れてもらえるってやつですね。これで、財政を立て直した、わけですけども、それはあくまで賄賂、不正な行為なんでね。で、それで腐敗した政治を立て直すために、めちゃくちゃ倹約ですね。家臣の武士には、倹約令を出してですね、農民の商品、作物の栽培を制限したり、結構その引き締める、節約政治を行ったんですよね。はい。で、先に3つ目言っておきましょう。天保の改革。江戸の三大改革ってやつですね。で、天保の改革をしたのは、老中水野忠邦です。はい。この時ですね、ちょうど、その前にですね、大塩平八郎がね、知ってますか？江戸の、奉行所の人なんですけれども、自分の部下がね、百姓のためにね、裏切ったんですよね。それぐらい、財政が厳しかった、不況だったってことですよね。はい、幕府の権威の回復、農村の復興を目指していたというね、3つの改革があったというのを覚えておいてください。で、よく出るのがそれぞれ誰がしたかですね。享保の改革、吉宗。関西の改革は松平定信。天保の改革が老中水野忠邦ですね。で、水野忠邦は株仲間を解散させました。株仲間によってね、商売が独占されますよね。そうすると、どうしても商品の値段がね、下がらないんですよね。株仲間を解散して自由に商売するようにしたら、やっぱ物価が下がるんでね。だから、解散させたということになります。はい。で、そうですね。次も行っちゃいましょうか。はい。中期の社会なんですけれども、貨幣経済の広がりですね。まず、自給自足の近かった農村でも、農具、肥料の購入にお金ですね。が使われるようになりました。で、貧富の差が拡大して、小作人と地主が生まれます。土地を持ってない人と持ってる人がね、分かれて、貧富の差が農村でも生まれてきたということですね。はい。で、農民が作物を自ら製品に加工する、問屋制家内工業が発達します。農民って別に米作ってるだけじゃなくって、家でね、ものづくりしてるんですね。そういうのを問屋制家内工業って言います。問屋っていうところで、原料や、作る道具を借りてきてね、ものを作るんです。服作ったり、草履作ったりとかしてるんですね。傘作ったりね。それが問屋制家内工業です。はい。で、工場で人を雇ってね、
みんなでね、製品作る。こういうのを工場制手工業って言います。例えばお酒とかってやっぱね、醤油とかって一人じゃ作れないんですよね。みんなで協力してね、作るってやつですね。それを工場制手工業って言います。はい。で、江戸時代もね、一揆的なものはありまして、農民がするのが百姓一揆です。凶作で飢饉になると、農村では年貢の軽減を求める反乱が起きていたということですね。都市部では大商人を襲う打ち壊しですね。が発生していた。都市部は打ち壊し。で、農民は百姓一揆ってことですね。はい。でもって次が、江戸時代の中期の文化ですね。あ、これもよく出るんですけれども、まあ、まず学問。うん。勉強系ですけれども、国学ですね。うん。日本の古典を研究することを、これ国学っていうんです。で、有名なのがこの古事記伝っていうね、本を出版した人ですね。この人が、本居宣長です。古事記っていうね、奈良時代にできた本覚えてますよね。その古事記をちゃんと詳しく、説明した文章を作ったんですね。研究してね。それが古事記伝っていう本なんですけれども、こういうのを作ったことによって、この国学というのを、作り上げていきます。ですね。また、西洋の学術に学ぶ蘭学、オランダですね、これね。うん。蘭学も盛んになり、特にこれ医学ですね、医療書。人体の、まあ内臓のね、人体の体の中とかどんな風になってるかとかね、そういったのを、こう、勉強したんですね。それが杉田玄白という人です。この人が作った本が解体新書ですね。うん。また、測量術を学んでね、まあ、ほぼほぼ正確な日本地図を作った人が伊能忠敬。まあ、これ有名ですね。うん。あと、町屋農村ではね、寺子屋っていう、まあ、今でいう塾みたいなのが開かれていました。計算ができるようになったりですね、字が書けるようになったり、まあ、読み書き、そろばんですね、ができるようにですね、町や農村で、まあ、塾が開、こういった寺子屋っていう塾が開かれていたんですね。うん。はい。で、江戸中期の文化は、化政文化です。まあ、初期が元禄文化で、まあ、大阪、京都の文化でしたけど、江戸っ子の文化ですね、化政文化ができました。まあ、庶民、江戸の庶民による文化ですね。うん。有名なのが、この十返舎一九っていう人が書いた、東海道中膝栗毛っていう、古形本ですね。そして、これはめっちゃ有名ですね。浮世絵です。葛飾北斎の富嶽三十六景ですね。富士山の絵。はい。あたりが有名になります。はい。で、こっちまでいっちゃおうか。はい。江戸時代の中期の出来事なんですけれども、ヨーロッパではですね、この江戸時代のこの中期の頃ね、日本は改革してた頃っていうのは、市民革命したんですよね。イギリスから始まったんだよね。で、絶対王政が崩れてね、まあ民主主義、まあ国民がみんなで話し合ってね、政治を決めるっていうのに変わっていくんですよね。そしてフランスでは、人権宣言がね、出てね、国民の自由と平等がね、唱えられて国民主権に変わっていったんですよね。はい。また、その後です。市民革命の後。ここからがそうですね、蒸気機関。まあ、エンジンですね。蒸気の力でタービン回してね、動力を、得るってやつですね。そういうのができて、産業革命ですね。うん。まあ、車とかね、あとエンジンで走る船とかがね、作られるようになったわけですよ。うん。また工場もね、この蒸気機関でね、動かして、大量に、まあ、綿織物が作れるというね。ということで、イギリスは世界の工場になりました。まあ、今は中国だったりするけど、昔はイギリスだったんですね。で、資本主義が生まれます。もう絶対王政なくなってますからね。だから、誰かが大きい会社作ってね、いっぱい物を作って売るというね、まあ、そういう時代に変わっていってるわけです。はい。またアメリカ、は、アメリカができましたね。ワシントンを司令官とする独立戦争によりイギリスから独立してアメリカが誕生します。ね。江戸時代中期の頃にアメリカって国ができたんです。
はい。また、インド。インドはイギリスの植民地になっておりました。そして、イギリス、インド、清との間で三角貿易に組み込まれるんですね。で、まあ、不利な貿易です。イギリスからは、まあ、大量に作られたこの綿織物を輸入させられてね、買わされるんですよね。で、清には、この麻薬となるアヘンを輸出すると。ね。っていう感じですね。イギリスは綿織物を輸入し、そしてアヘンを中国に輸出していたということですね。一方、中国はこのアヘンなんか売らされてね、買わされてね、アヘン、清とイギリスはアヘン戦争っていう戦争をします。ですがこれね、もちろん清負けてしまってですね、南京条約という講和条約を結びます。これによって5つの港の開港、そして香港ですね。香港がね、イギリスに奪われちゃうんですよね。あと、賠償金の支払いが決まったということになります。はい。それではね、一緒に、まあ、問題を解いていきましょう。はい。江戸時代の、この八代将軍ですね。徳川吉宗です。はい。で、2番目。改革は、よく出ますよね。享保の改革ですよね。はい、3番目。裁判の基準作りましたよ。これも出ますね。土方お定め書きですよね。はい、4番目。一の人物が定めた上前の姓により緩和されたもの。ね、これは参勤交代でしたよね。はい、5番目。はい、町人の力を利用して財政を立て直しを図ったけど、賄賂政治で批判を受けた人。はい、これは田沼意次でしたね。老中田沼意次です。6番目。では、その後政治改革した人は、松平定信でしたね。はい。では、その人の改革ですよね。寛政の改革でしたね。はい。8番目。あ、これ飛ばしてたな、これ。戻りますけども。このね、寛政の改革、まあ、江戸の中期の頃ってね、まあ、頻繁に外国船が来航するようになってたんですよね。はい。まあ、これは蒸気機関がね、発明されたことによってね、船がボン、やったらめったらこう、日本に回ってくるようになってたと。で、ロシアのラクスマンが根室に来航していたということですね。北海道の方に来航していたんです。イギリス、アメリカ船も来航するようになって、幕府は鎖国していましたから、異国船打払令っていうのを出すんですね。はい。っていう、まあ、流れの話だと思います。なので、8番目は、まあ、ロシアの施設は、ラクスマンですね。はい。で、9が、鎖国守るための法令が異国船打払令ですね。はい、10番目。はい、天保の飢饉の後改革を進めた人。はい、水野忠邦でしたね。水野、忠邦。で、11番目。資金、原料、道具を貸して、農民がね、生産するという、で、ことですよね。はい、これは、問屋制家内工業ですね。まあ、問屋っていうとこで物を借りて、家でね、物を作るんでね。問屋制、
金井工業でございます。はい。で12番目、古事記伝を、まあ、著し国学を対戦したのは、はい、元織宣長でしたね。で13番目、はい、まあ、オランダ人体解剖書解体新書出版したのは杉田玄白ですね。うん、はい。で10番目、まあ、これも有名ですね。測量を学んで正確な日本地図作った人、伊能忠敬ですね。はい。15番目、江戸の中期に栄えた文化、はい、これは化政文化でしたね。はい。で一番有名なこの富岳三十六景書いた人は葛飾北斎です。ですよね。はい。では行きましょう。ヨーロッパで、まあ、市民階級の人がですね、絶対王政を倒した革命、はい、市民革命でしたよね。絶対王政終わると。はい。で2番目、まあ、アメリカ初代大統領、ワシントンですよね。はい。3番目、イギリスで起こった蒸気機関の活用により急激な産業発達を、なんていうか産業革命ですね。OK。 4番目、これによってイギリスは何と呼ばれるようになったか、世界の工場ですね。はい。5番目、イギリスが清との貿易赤字の解消のためにですね、植民地のインドを巻き込んだ貿易、はい、これを三角貿易でしたね。はい。でイギリスと清との起こった戦争はアヘン戦争ですね。はい。7番目、なんていう、その後何という条約結ばれたか、はい、南京条約ですよね。はい、以上になります。